ブンデスリーガに所属するマインツは3日、鹿島アントラーズから MF 佐野回収を完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2028年夏までの4年間と伝えている。J リーグ屈指のカリウドが欧州に初挑戦する。2000年12月30日生まれの佐野は現在23歳。2019年に米子北高校から FC 町田ゼルビアに入団すると、 プロ1年目から公式戦20試合以上でプレーするなど頭角を表す。ボールダッシュに秀でるボランチとして評価を高めていき、2023年に鹿島アントラーズへとステップアップした。同シーズンは公式戦35試合に出場しただけではなく、日本代表デビューも飾った飛躍の1年に。今年1月に行われたアジアカップにも出場しており、次世代の日本代表を担う存在だ。 1> 約1年半在籍した鹿島アントラーズでは、公式戦通算57試合に出場した佐野。世界へと羽ばたく同選手は、マインツのクラブ公式サイトにてコメントを残している。マインツは選手としての僕をよく見てくれて、僕の長所を認めてくれただけでなく、僕の成長の可能性も見出してくれました。海外でサッカーをするのが僕の夢であり、日本にとってブンデスリーガーは特別な存在です。 日曜日には武藤義則選手と対戦したし、数週間以内には岡崎慎司さんにも会いたい。今は、僕より先にここでプレーしていた日本の仲間たちと同じように、マインツのファンをワクワクさせることを楽しみにしています。また、スポーツディレクターを務めるクリスティアン・ハイデル氏も、以下のようにコメントを発表した。佐野海舟は、ボールのセキュリティ、技術力、走力、 そして闘争心で私たちの中盤を強化してくれるだろう。彼にとってマインツへの移籍は、母国である日本を離れ、国際的なサッカーの舞台への第一歩となる。マインツはそのための理想的なクラブであり、私たちは海舟がここブンデスリーガで潜在能力をフルに発揮できるよう、ピッチ内外でサポートしていく。佐野が加入するマインツは、ドイツマインツに本拠を構えるクラブだ。 1905年に創設を迎えるとタイトルとは縁遠いもののユルゲン・クロック氏トーマス・トゥヘル氏カスパー・ヒュルマンド氏ら名称を輩出また過去には岡崎慎二と武藤義則が日本人選手として在籍していた